はい、どうも、うみです。今日は推し育成日記というゲームをやっていこうと思います。はい、結構前にこのゲームね実況していたんですけど、まだまだやれそうな部分がね残ってたんで、また続きからやっていこうと思います。スタート。憧れのマドンナ。お、いきなりマドンナ育成しちゃう。職場のマドンナの元気がない。俺が思うに悩みは、あら美しい悩み方してる。恋愛仕事。わー、この悩み方はね、絶対恋愛だと思う。仕事の悩みはね、こんな綺麗な佇まいで悩まない。知らんけど。じゃ、仕事正解。なに?いきなりブチギレられたんだけど。分かってるなら早く書類くれる?やべ、今日中に彼女に渡さなきゃいけない書類、すっかり忘れてた。仕事はしっかりしろ。マドンナのこと見てないで仕事はちゃんとしろ。じゃあ恋愛なのね。恋愛についても悩んでるんでしょ、でも。あら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 。あらあらあら。話聞こうか?どうした?おじさんが話聞くよ。言い当てられて驚いちゃって。ごめんなさい。急に泣くなんてよほど辛いんだな。俺でよければ話を聞くよ。あ、俺でよければ話聞こうかだ、これ。わー、でも泣いてる姿はちょ、職場で泣くぐらいだからね。相当だよね、これ。彼との関係に疲れたという彼女。その理由は、あらら、変態プレイ。結婚指輪。あ、結婚指輪。不倫してるってこと、もしかして。変態プレイは確実に違うよね。怖い怖い。似合ってるけどね、めちゃくちゃ。めちゃめちゃ似合ってるよ。彼の要求がエスカレートする一方、ストレス発散にお前も痛めつけてやる。マドンナ元い女王様にお仕置きえんの。やば、裏の顔がこんなんだったらさすがに引くで。もうね、ド M じゃない限り。じゃあ結婚指輪ね。うわー、あらあらあら。何そう、めっちゃ足組んで色気出しちゃって。仕事帰りにバーで相談に乗った。どうやら彼女が付き合っている男は既婚者らしい。つまり不倫ってことだよな。よしな。絶対不倫とかしてもいいことないって。絶対に良くない。これはやめとこう。数日考えたが、不倫じゃ彼女は幸せになれない。どうする？押し倒す。告白する。押し倒すのはダメでしょう。これもだって付き合ってないのにそういうことするって。ダメだよね。そりゃ怒られるわ。ダメダメダメ。セクハラ許すまじ。彼女が会社に訴え、俺はクビになった。明日から無職エンドは。こっちだって不倫したことばらしたら君立場ないんだからね。大丈夫、そんな冷たい扱いして。じゃあ告白するか。ほい。あ、ええー。早いな。あら、トンカー早いね。告白して、もうすぐ OK してくれたのか。あ、あら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 。俺が絶対幸せにするから。彼女は既婚者の男と別れ、俺を選んでくれた。俺たちは恋人同士になった。憧れのね、推してた、女性社員と結ばれるとか。めちゃくちゃ良かったね。わ、可愛いな。笑顔じゃん。こっちのがいい恋愛だよ。今日、彼女は会社を辞めた。今から行く場所は、教会、病院。会社を辞めたってことは、結婚するってことだから、教会じゃないのかな?病院して、なんで怪我してるの?殴られた ?DV? 勝手に別れやがって。元不倫相手が社内で彼女に暴力を振るった。てか、元彼って俺の上司だったのかよ!ドン引き!上司だったの?しかもね、勝手に別れやがってって。おい、奥さんに言うぞ。なんでこんな強気なの?お前も不倫してね、もう立場ないよ、バレたら。なんなんだ、このおっさん。じゃあ、教会。はい。妊娠もしてる!あ、わあ、よかったね、ウェディングドレス。めちゃくちゃ綺麗。彼女が寿退社し、俺たちは結婚した。もうすぐ新しい家族も増える予定だ。わー、おめっとう、おめっとう、おめっとう、推しとの結婚みたいな感じじゃないこれ。わ、よかったね。ウェディングドレスの色がめちゃくちゃ可愛い。いいな。あ、よかった。いやね、不倫でね、辛い、ポジションから、よくここまで這い上がったよ。めいっこラブ。ほい。姉に娘が生まれた。長く使ってくれそうなお祝いは、これなんか見たことある気がする。やっぱさっきの問題ね、やったことあるやつでした。じゃあ次は、会社のおつぼね様。はい。事務のおつぼねさんが荷物を運ぼうとしてる。俺は知らんぷりする。手伝う。怒らせたら怖そうだからめちゃくちゃ。知らんぷりは不正解。
まあ、よね。絶対に怒ると怖そうだもん、この人。はあ、しかとしてないで手伝いなさいよ。説教1時間コースエンド。うわ、1時間か。長、その間に絶対仕事してた方が効率いいよ、おつぼね様。じゃあ、手伝う。はい。何そのアングル。何なん急にエロい角度で見てんの。え、足綺麗ってか、エロ。不覚にもときめいてしまった。ときめくな、社内でそんな変態な目で見るな。もう、何どんな目で見てんの。会社の飲み会、おつぼねさん、かなり酔っ払ってる。どうする。おつぼねさんでもマジで足綺麗だな。足長いしね。水を飲ませる、タクシーに乗せる。水飲ませるのは当たり前でしょ。タクシーに、タクシーはなんかお持ち帰りとかそういうことにならないかな。こっち正解。虹色のスライムができちゃった。ブー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 。盛大にリバースし続けるおつぼねさん。タクシーに乗車拒否され続け、朝まで解放役エンド。うわー、まあ、乗せたらね、車内で吐かれたらたまったもんじゃないしね。これ解放する方もしんどいな、マジで。じゃあ水を飲ませましょう。はい。はい。うわー、おつぼね様、おつぼね様、あ、めっちゃ可愛い。めっちゃ綺麗なんだけど、おつぼね様。わー、ありがとう。いつもと雰囲気が違う彼女。やばい、ドキドキする。うわー、可愛い。めちゃくちゃ可愛い、おつぼね様。おつぼね様、こんなんギャップ萌えでやばいって。マジで可愛いんだけど。気づいたら他のみんなの姿がない。おつぼねさん、どこに連れて行く。どこに連れて行く。俺の家、ラブホ。どっちもやばそうな匂いしかしないんだけど。大丈夫なのこれ。ラブホ、俺の家、いや、ラブホの方がやばいか。はい。なんか裁判裁判になってないこれ、大丈夫。彼は意識が朦朧とする私を無理やりホテルに連れ込んだのです。彼女に訴えられた俺、逮捕され被告人として裁判中エンド。あー、まあそうね、同意なしで勝手にラブホを連れて行くのはいかんね、酔っ払ってる隙に。で、俺の家だと、まあ、解放したっていうね、証拠になるだろうから。あら、あら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 、めっちゃ可愛いし。なんか酔い覚めてないこれ。おはよう、シャワー借りたよ。昨夜ベッドで愛し合った俺たち、結局愛し合ってるんやないかい。会社の外での彼女がこんなに魅力的だったとは。結局愛し合ったんなら、あっちのホテルでもダメだったの。あっちはダメなの。彼の家じゃないと何かダメだったのかな。今日も仕事だ。彼女にどんな姿で出勤してほしい。イメチェン、普段通り。これは普段通りのがいいんじゃない。こんなね、可愛い姿は自分しか見せないみたいな。だからイメチェンが正解。あ、可愛い、絶対モテ。うわ、これモテるわ。急にね、いつも怖そうなおつぼねさんが美人になったらモテるで。おつぼねさんってこんな美人だったの。目の色を変えた男性社員が殺到。ライバルだらけで彼女に近づけない。まあそうでしょうね、めちゃくちゃ可愛いもん。急にギャップ萌えってこんな。じゃあ普段通り。いいね、ちょっと社内でこっそりなんかね、目と目で会話みたいな。エッチ。会社のおつぼねさんは俺の恋人になった。彼女の本当の魅力を知っているのはきっと俺一人。ハートムカつく。ハートムカつくけど、いいね。なんかこう、社内恋愛、秘密の恋愛みたいな感じ。しかもこのおつぼねさんの可愛いあんな姿を知ってるのは自分だけ。わぁ、よかったね。おめでとう。頑張れ。チー牛な彼氏。出た、チー牛。なんかよく聞くやつ、最近。はい。チー牛な彼氏を大学デビューさせたい。まずメガネを変えさせる、外させる。変えさせる、外させた方がいいんじゃないかな。変えさせてもあんまり、あんま変わんないよね。特に変わりはない。ちょっと待って、合ってた。あれ？ちょっぴり雰囲気が明るくなったんじゃない？この調子で彼を垢抜けさせていこう。嘘、ごめん。変わってないって思ってんの。めっちゃ失礼じゃない？私。ごめんごめん。じゃあなんで外させるわ。はい、なんでダメ。コンタクトをつけるってわけじゃないのこれ。ただただメガネ外させるのかわいそうじゃない。周りが見えず壁に衝突した彼氏、視力 0.01 では無茶だった。いや 0.01 は無理よ絶対。マジで何も見えんやんそれ。私あれコンタクトにさせるんと思ってた。なんでコンタクトつけないんだろう。
はい、じゃあメガネを変えさせるね。とりあえず髪型をどうにかしたいな。行き先は激安カットヘアサロン。ヘアサロンかな、まあ、この場合は激安カットなんか三つ子になった。あれ分身した、分裂したんだけど、彼氏が分裂したと思ったら似たようなチー牛が多いだけだった。激安カット、そこはチー牛の総苦戦と、それ偏見すぎるでしょ。さすがに偏見だってでも似たような人がたくさんいたのね、マジで似てる、マジで似てる、三つ子。じゃあヘアサロンね。はい、おおー、なんかチャラくなった。めちゃめちゃチャラくなってる、髪の毛。照れくさそうな彼、でも前の髪型より断然いいよ。うん、こっちの方がね、なんかチャラそうとか、チャラそうはいい褒め言葉なのかわかんないけど、うん、ちょっと垢抜けた感ありますね。はい、ネクスト。生活習慣も変えてほしいな。彼に必要なのは、あとは痩せるってことなのかな？運動、睡眠。生活習慣ってことは、え、でも運動大事なんじゃないかな？睡眠。うわぁいや睡眠も大事よなんでそんな太った。だらだらと寝てばかりで過ごした彼、すっかり太って、これじゃあチー牛より悪いただの牛ただの牛になっちゃった辛いな。いやスナック菓子とコーラベッドの上にあるのはもうこんなになるわなダメダメ、寝るってそんな睡眠そこまでする予定じゃなかったよ。じゃあ運動ね。はい、あめっちゃかっこいいえ、めっちゃかっこいいんだけど。一緒にランニングを始めた。彼の体型が引き締まって細マッチョに。これモテるわ絶対に。なんかね、知的系イケメンというかインテリ系イケメン、え、めっちゃかっこいい。え、最後の仕上げ、今日のデート行き先は洋服屋、牛丼屋これ絶対戻ると思う。はい、あでもなんか可愛い感じだけどね、美味しそうに牛丼食べてるの可愛いよ。ものすごい勢いでチーズ牛丼をかっこむ彼、多少見た目が変わっても行動がチー牛すぎてがっかり。どういうこと、行動がチー牛すぎるって私牛丼屋さん行ったら普通にチーズ牛丼頼むんだけど美味しいじゃんチーズ牛丼。なんでそんなダメなんだろうね。じゃあ洋服屋行くか。うわーかっこいい。おしゃれな服を買ってすっかりイケメンになった彼、彼氏改造計画は大成功。すごいね彼女ちゃん、本当にこれは彼女ちゃんの力もあってこそのね、変化だよね。最初の見た目からこうなるとは予想もつかんかった。マジでかっこいい。